ちゃん、おはよう。あんちゃん、寒いね、朝ね。震えてる。あんちゃん、朝から寒くて。今、3度？ 3 度。寒いね。焼きおにぎり焼く場所も、はい、いいんじゃない。でも焼きおにぎりは、うん、まあ別っていうか、まあいいよ、最後横でもう一緒にやっちゃえばいいよ。もういい分量。あ、いいじゃん。朝食を忘れた私たちの朝食。朝食、あの何でもかき集め。残飯、残飯かけ。そんなに入れない方がいいでしょこれ。そう。こんなもんか。こんなもんか。カップが、うん、それいいと思う、いいと思う。このカップが大きいから。そうだよね。うん、なちょっと。どう？うまい。うまい。ちょうどよかった。お湯の量。今日もちょうどいい？うん。お餅も柔らかそうだよ。ちょっとちょっと、あんちゃん邪魔。焼けてる？もちろん。合格。うん。おう。なぜか量が非常に多い。ほんといいの？気まずない。室内できた。はい、完成。じゃあお昼ご飯です。いただきます。それは焼肉。大変じゃない。どうぞ。どう？おいしい。おいしい？うん。やって焼肉に入れないけど、おいしいね。あ、そう。あ、焼肉じゃない、焼きそば。うん。いいじゃん、じゃあ。あんちゃん、あんちゃん。